の朝日様、ちょっとした相談があるのですが。え、相談？俺でよければ話聞くけど。実はそのメイドにいかがわしい要求をするご主人様がいるんです。いかがわしい要求？連絡先を聞いてきたりとか？いえ、それなら丁重にお断りするだけです。ですが、そのご主人様は無理やり体を触ってきたりするみたいで。うわ、それはルール違反だな。はい、そうなんです。だからそのご主人様について調べたいんです。わかった、協力するよ。それじゃ早速調べに行こうぜ。本当ですか？ですが、ご迷惑じゃないでしょうか。協力いただけるのは嬉しいのですが。俺たちの方こそいつも迷惑かけてるからな。朝日様、ありがとうございます。気にするなって。で、そのご主人様はどこにいるんだ？いろいろなメイド喫茶を回っているようなのですが、今どこにいるかまでは。それじゃ適当に回ってみるか。よし、出発だ。妄想級に入るっち。おいらは留守番でいいっち。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。ニャンドリーミーにおいでニャン。あ、ミケちゃん。ニャニャニャ、萌えニャン。なんだ、知り合いか？はい、ミケちゃんとはメイド組合の会合でお会いしました。メイド組合？秋葉原メイド組合という組織がありまして、メイド喫茶同士メイドのあり方を話し合っているんです。萌えにゃんはメイド組合のリーダーにゃん。へえ、そんなことまでしてるんだな。だから今回もそのご主人様を。リーダーだからというわけではないのですが、やはりメイドたちにも気持ちよく働いてもらいたくて。何かあったにゃ？今ね、前に議題で上がったいかがわしい要求をするご主人様を探しているの。なあ、例のセクハラ野郎のことか。え？間違えたにゃ。噂のご主人様ならさっき見かけたにゃ。本当に？そのご主人様どこに行ったのかな？中央通りの方だったにゃ。ジャンク通りも裏通りも考えられるにゃ。ありがとう、ミケちゃん。萌えにゃんの協力ならいつでも大歓迎にゃ。で、結局どこにいるんだ？中央通りか、ジャンク通りか、裏通りですね。一体どこでしょうか？ま、怪しいやつを探してみるか。にしても、セクハラなんてひどいな。ですが、今回の件、何もご主人様だけが悪いわけではありません。どうして？ご主人様のいかがわしい要求を許容し、逆にご主人様を利用するメイドも存在するんです。秋葉原のメイド文化を守るためにはメイドへの指導も忘れずに、なんですよ。ご主人様もメイドもって、あんまり一人で背負いすぎるなよ。はい、お気遣いありがとうございます。それじゃもう一度探しに行こうぜ。しい男発見。こんにちは、ネッケン様。萌えちゃん。ネッケンってなんだよ。僕のニックネームだよ。ネクラのネット剣の剣で。ネッケン様はとっても優しいんですよ。お店のみんなも大好きなご主人様です。嬉しいな。そうだ、ネッケン様、少しだけお話をお伺いしてもよろしいでしょうか？僕に？なるほど、なるほど。中央通りの方で見かけたと。自信はないけど、きっとそうだと思うよ。ありがとうございます、ネッケン様。萌えたんに感謝されちゃった。それじゃ
中央通りのメイド喫茶に向かってみるか。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。妄想球に入るっち。おいら、あれ、ナナちゃん誰と話してるんでしょうか。ねえ、デートしよって。今仕事中なんすよ。申し訳ないっす。いいじゃん、美味しいご飯ごちそうしてあげるよ。そういうの禁止なんすよ。なあ、あれってきっと例のご主人様だと思います。行きましょう、朝日様。それじゃあさ、何色かだけでも教えてくれないかな。もう何言ってるっすか。ナナちゃん。あ、萌えちゃんじゃないっすか。し、邪魔すんなよ。俺は今下着の色を聞いてんだよ。だから教えてあげるところっす。え、口にするのは恥ずかしいっすから、ご主人様確認してもらってもいいっすか。マジでいいの？もちろんっす。ちょっと、ナナちゃん？萌えちゃん、朝日様、危ないからちょっと下がっててほしいっす。それじゃあ、行くっすよ。どういうこと？まずは、上段左回し蹴りっす。わあ！今度は、前蹴りからの空竹蹴りっす。そして最後に、とっておきのかかと落としっす。どうすか？ちゃんと確認できたっすか？ね、狙った相手が悪かった。もう、ナナちゃん、ご主人様に乱暴したらダメだよ。つい、ですね。俺はどうしてここに。で、君はあの萌えちゃん？はい、萌えです。本日はご主人様にお話がありやってまいりました。もしかして俺と遊んでくれんの？こいつ懲りてねえな。あの、ご主人様、あなたの行動はさすがに目に余ります。それは。ですが、ご主人様もメイド喫茶がお好きなんですよね。え、私たちメイドはご主人様全員が素敵な紳士だと信じています。ですから、ご主人様もメイドには紳士的に接していただけたらと思います。ごめんなさい。それでは、紳士なご主人様のご帰宅いつでもお待ちしてますからね。なんていい子なんだ。わかったよ、もうこんな真似はしないから。すごいな、萌え、あんな奴にまで優しく接するなんて。ご主人様はどんな方であれメイドを愛してくださいますから、そんな愛に優しく応えるのもメイドの務めです。あいつ改心してくれるといいな。で、あれか、こんな毎日じゃもしかしたら明日も。それでしたら大丈夫です。何の話をしてるんすか？ああ、そっか。毎日ナナが食い止めてくれるもんな。よろしくお願いしますね、ナナちゃん。え？ねえねえ、この携帯欲しいの？そうだ、お揃いで持とうよ。お揃いか、それもいいね。でしょでしょ、買ってくれたらお願い聞いてあげる。あれは完全に買わされるパターンだな。あの子、もしかして。あ、萌え。あ、それじゃ奮発しちゃおっかな。Thank you.
たかしさん、あっち行こう。え、いいのかい。さっきの子、知り合いなのか。はい。なるほど、そんなことが。ほら、前にお話ししたじゃないですか。ご主人様のいかがわしい要求を許容し、逆にご主人様を利用するメイドも存在すると。それがあの子なんだな。だけど萌の後輩だったなんて。後輩といってももう辞めちゃいましたが、それからはいろいろなメイド喫茶を渡り歩いてます。どこのお店でもご主人様と親密な関係になって、高価なものを買わせているみたいなんです。そしてお店の風紀を乱しては去るというのを繰り返し続けていて。問題メイドなんだな。確かにメイドだって人間です。ご主人様と恋に落ちることもあるかもしれません。そればかりはどうしようもない。誰かを好きになることは止められません。ですがご主人様の心をもてあそぶようなメイドは見過ごせません。それにあの子はやっぱり気になるんだな。はい。それじゃ追いかけようぜ。だって萌は止めたいんだろ。だから探しに行こうぜ。ありがとうございます。セーブはちゃんとこまめにしておきましょう。なんだ、萌の友達か。他店のメイドとも仲良しなんだな。メイド業界は派閥争いもありますが、私はみんなと仲良くしたいと思ってます。さすがメイド組合のリーダーだね。萌ちゃんは偉いな。そんな褒められることはしてないよ。で、そうだ、ちょっとね、聞きたいことがあったの。この前のメイド集会で話題に出た例のメイドの子なんだけど、見かけなかったかな。ああ、あの子か。ご主人様たちに次々と手を出してる子だよね。うん、その子なんだけど。もしかして何かやらかしたの。はあ、困ったな。あ、どうして。だってあの子今うちで働いてるんだもん。え、なんかね、オーナーが知らなかったみたいなの。それで先日入店させちゃってさ。彼女今どこにいるか知らないかな。今日は休みなんだ。だからちょっとわからないかな。そっか、ありがとう。もし見つけたら連絡くれると嬉しいな。絶対に止めないとな。え、だって萌は組合のリーダーなんだろ。だったら頑張らなきゃ。それは違うのか。ちょっとだけ違います。だけど止めなきゃいけないのは一緒です。ちょっと、どこ行くの？お揃いの携帯、買わなくていいの？ま、これで被害は食い止められたか。朝日さん、彼女のこと追いかけさせてもらえませんか？え？いいけど。では、行ってきます。萌えのやつ、どうしたんだ？私ね、かなみちゃんと話がし
私なんかに秋葉原のトップメイドが話すことなんてないでしょ。かなみちゃん、ごめんね。萌え、なんで私に謝るのよ。何よそれ、いい人ぶるのも大概にして。偽善だって思うかもしれない、だけど私は本気で話をしているんだよ。やめてよ、私なんかに優しくしないでよ。かなみちゃん、私ずっと萌えさんみたいになりたかった。萌えさんみたいな人気者になりたかった。それじゃかなみちゃんは。人気者になるために連絡先の交換をするようになったので、どんどんエスカレートしたと。ダメだって分かってたよ。だけど何か買ってもらうと自分は人気だって思えたの。そうだったんだね。それじゃやっぱり私のせいだよ。何よそれ、自分が人気だったから悪いとでも言うの？うん、違うよ。私がね、頑張り方を教えてあげられなかったから。どういうこと？覚えてるかな、かなみちゃんを面接したのは私だったの。あなたは真面目で明るい女の子だった。この子ならきっと頑張ってくれるって思った。だけど私はメイド組合を任されていた。忙しさを理由に夜シフトに出ないこともあった。そしてあなたは辞めてしまった。最後の挨拶をすることもできなかった。そして悪い噂を聞くようになった。それからね、私ずっと後悔していたの。あの時ちゃんと育てることができていたらって。私はずっと忙しさを理由にしていた。だけどそれは自分に力が足りなかっただけなの。だから本当にごめんね。謝らないでよ、そんな萌えさん見たくないよ。それじゃどうしたらいいかな。私はね、かなみちゃんが思ってるほど完璧じゃないよ。失敗もする、後悔もする。人前に出たくない時だってあるんだよ。何が言いたいの？その度に私は頑張ろうって思う。だからね、もう一度一緒に頑張れないかな。私なんかと一緒に働くのは嫌かもしれない。だけど私はずっと待ってるから。かなみちゃん待ってるからね。行っちゃったな。あの子戻ってきてくれるといいな。はい。なあ萌え、完璧な振りなんてしなくていいんだぞ。ありがとうございます朝日様。妄想も復活したし、繁盛してるかなんてな。おかげさまですって喜んだらいけませんよね。ま、今だけは喜んどこうぜ。わお、萌えちゃん、もしかして隣は彼氏さん？違うよ。そんな力いっぱい否定しなくても。よかった、彼氏じゃなくて。やっぱり完璧メイドな萌えちゃんは付き合う人も完璧じゃないとね。なんか傷ついたけど。完璧ですか萌え。ごめんなさい。やっぱり気にしてるんだな、完璧でいることをさ。あ、それはもう朝日様には隠し通せませんよね。この前もあんな姿見せちゃいましたし。それじゃどうしたらいいかな。私はね、かなみちゃんが思ってるほど完璧じゃないよ。失敗もする、後悔もする。人前に出たくない時だってあるんだよ。俺でよかったら話聞くよ。それぐらいしかしてあげられないけどさ。はい、ありがとうございます。あの、せっかくですし、メイドの妄想級でお話ししませんか？え？別にいいけど。妄想級に入るっち？おい。
ち。上書きに気をつけろっち。なあ萌え、どうしてここなんだ。なんだかここでならお話できそうな気がしたんです。嘘偽りのない本当の私を。どういうことだ。やっぱり私は完璧なメイドなんかじゃありません。あ、知ってるよ。もう本当ですか。それじゃあ私がどれくらい完璧じゃないか知ってますか。それは冗談ですよって感じで、誰かをからかったりもします。どこにでもいる普通の女の子なんですなんだよそれ。そうだ、もっと普通エピソードがあります。聞いてもらえますか。うん、なんだ。朝日様はどうして私がメイドを始めたと思いますか。ご主人様に喜んでもらいたいから。もうそんな完璧な理由じゃないですよ。ただ可愛い洋服が着たかった、可愛い場所で働ける、そんな普通の理由なんです。え、マジか。そう、その反応です。だから私は完璧じゃないんです。完璧だと思われているのはメイドの鈴森萌え、そしてそれは私ではないんです。だからみんなが思う完璧な萌えなんてどこにも存在していないんです。だけど、だったらなんで、どうしてここまで完璧に振る舞えたんだ。きっとご主人様の期待を裏切るのが怖かったから。期待に応えるためなんかじゃないんです。だから完璧なメイドの萌えなんて本当はどこにも存在していないんです。ご主人様の期待、そして私の不安から生まれた妄想のようなものなんです。え、それじゃあ。私はもう本当の自分がわかりません。だから本当の自分を知りたいんです。この先に行けばその答えが見つかるかもしれないんですよね。だけど。朝日様、奥へと連れて行ってください。私は萌えというメイドの本当を知りたいんです。ああ、わかった。扉を発見ち。着いたぞ、萌え。どうして、どうして何もないのでしょうか。つまり、これが現実ってことだよ。それじゃあ、本当の私なんてどこにもいないんですね。いや、それは違う。どうしてですか。やっぱり萌えは萌えなんだよ。え？萌えは萌えであって、萌えである。そして、完璧であって、完璧じゃない。確かにメイドの萌えという存在は妄想のように完璧な存在なのかもしれない。だけどそんな妄想みたいな萌えが生まれたのはずっと萌えが頑張ってきたからだ。期待を裏切るのは怖いかもしれない。だけど萌えは一度も裏切ったりしなかった。それってさ、簡単にできることなんかじゃないよ、朝日さん。やっぱり萌えだから完璧なメイドの萌えが生まれたんだと思う。だからさ、大切にしてやってよ。メイドの萌えもきっと本当の自分なんだからありがとうございます。なんだか気持ちが晴れました。だけど無理だけはするなよ。俺の前でだったら完璧じゃなくていいからさ、普通の女の子でいいんだからな。もう何言ってるの。え、そういうの彼氏面って言うんだよ。え冗談です。早速普通の女の子になってみました。なんだよ、もう